新外国人選手のガルビスが練習に合流をしてバッティング練習を行いました。その映像を少しご覧いただきましょうか。まあ、一応スイッチヒッターなんですけどね。はい。まあ、体的にもこう中距離のような感じがしたんですけどね。そうですね。あとはやっぱりこう今僕も初めて見るんですけど、はい、まあ、左の方がこうやって足を上げるので、もしかすると左の方が打つかもしれないですね。やっぱりこう、はい、外国人が一番、はい、あの日本に来て、こう苦労する、はい、まずスタートはこう緩急ですよね。やっぱり向こうはやっぱ力でどん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 ボールを動かしてくるピッチャー多いんですけど、日本人はカーブだったりこう変化すごく緩急を使ってくるので、やっぱりノーステップってなるとなかなかこういいバッティングできないんですけど、もう大体日本で活躍している外国人バッターっていうのはやっぱしっかり足を上げれてしっかりタイミングを取れる、あの外国人がやっぱ成功している例が多いと思うので、今の映像を見ると右バッターの方がやっぱりノーステップっぽく打ってますので、右の方がちょっとこう慣れるまで苦労するのかなっていう、今もう短いんですけどそういう感じはしましたね。逆に左バッターの方の時の方がすごく対応するような感じはしましたね。はい、